ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やっと届いたわ。何が届いたんだ？イルミナティカードだよ。お、それはいいカードが届いたな。でもね。なんだ？どうかしたのか？実はね、面白そうだと思ってイルミナティカードを購入したんだけど、詳しいことはいまいちわからないんだよね。なんだよそれ。サーセン。まあ、いいだろう。今回はイルミナティカードについてと、イルミナティカードはあることの計画書だと。考察されていることについて解説していくぜ。よろしく。まずは、イルミナティカードについて解説していこう。イルミナティカードは、1982年に発売された、スティーブ・ジャクソン・ゲームズ社の、イルミナティというゲーム内で使用されるカードのことを、イルミナティカードと言うんだ。ええー、もともとは使用されるカードのことだったんだね。そうだぜ。まあ、最近ではカードゲームというよりは、予言が記載されているカードという、イメージが強いけどな。確かに話を聞く限り、そんなイメージが強いわね。また、イルミナティは、もともとロバート・アントン・ウィルソンと、ロバート・シェイが1975年に発表した小説である、イルミナティ3部作に触発された、スティーブ・ジャクソンがカードゲーム化を考えて作成したと言われているんだ。なるほどね。それで、カードゲームってことは、ルールとかもあるんだよね？もちろん、ルールは存在するぜ。具体的に言うと、イルミナティゲームには絵柄が書かれたカード、ゲーム用貨幣、2個のサイコロが使われ、使用するカードは3種類あるんだ。その3種類のカードとは、イルミナティ、世界征服を企む悪の結社カード、グループ、組織カード、特殊カードがあり、イルミナティカードとグループカードには、攻撃力、防御力、収入が、数字で記載されていることが特徴だぜ。確かにカードをよく見ると数字が書かれているね。それとイルミナティカードには、カードの手法に支配できる矢印4個が書かれており、グループカードには支配される矢印1個と、支配できる矢印最大で3個書かれているぜ。なるほどね。それで、イルミナティカードはどうやって遊んでいくの？ルールは慣れるまで少し複雑だけど、基本的には難しくないぜ。まず、各プレイヤーはイルミナティカードを1枚選択し、そこを起点にグループカードを、取り込んでいく感じのルールだな。また、イルミナティカードは攻撃などの際に、いろいろな特殊能力を発動することができるので、いろいろな駆け引きを行いながら、勝利条件を目指すルールとなっているぜ。ほうほう、ルール的にターン制が採用されている感じなの？そうだぜ。イルミナティにはターン制が採用されており、ターンは半時計回りの順番で回ってくるぜ。そのため、プレイヤーは自分のターンが来れば、攻撃、資金調達、資金の移動、カードを引くなどの行動を取ることができるぜ。まあ、基本的な行動は攻撃を行うことが多く、攻撃には、支配、無力化、破壊の3種類があるぜ。支配とか無効化とか結構怖い手段が行われているのね。確かに初めて聞くと不気味な感じだな。それで、ルールは他にも色々とあるんだけど、すべて解説していたら長くなるので、今回はここまでにしておくぜ。もう頭の容量が限界を迎えているから、この辺で終わってくれる方がいいわ。でも、イルミナティの勝利条件だけは聞いておきたいわね。勝利条件はイルミナティカードごとに異なり、イルミナティカードに記載された数のグループを支配するか、または記載された特殊条件を達成した場合に勝利となるぜ。勝利条件は特に難しくないわね。確かにそうだけど、勝利を目指すためにはいろいろな駆け引きがあったりで、白熱した戦いを行うことになるんだ。なるほどね。だけど、私の頭だったら、イルミナティをプレイするのは無理かもしれないわ。そんなことはないと思うぜ。何回か遊んでいるうちに自然に、できるようになると思うけどな。さて、イルミナティカードについてはここまでにして、ここからはイルミナティカードに、まつわるヤバすぎる話をしていこう。まず、霊夢、このカードを見てくれ。どれどれ、英語でカード名が書かれているけど、このカードは一体何なの？このカードはワールドウォー3というカードで、日本語に直すと第三次世界大戦という名前のカードだぜ。いかにもヤバそうなカードね。確かにヤバそうなカードであることは間違いないけど、今回伝えたいのはイルミナティカードがあることの計画書ではないかということだぜ。もしかして、その計画書って？そう、イルミナティカードは、これまでに起きた大きな戦いなどの計画書だと考えられているんだ。今までの大きな戦いが全て計画されていたなんて、ヤバすぎるでしょ。いや、驚くのはまだ早いぜ。え、まだあるの？実は、その計画書は随分昔に作成されていることは、間違いないと言われているんだ。え、つまり、これまでの大きな戦いは、全て誰かによって計画されていたということになるんだね。ズバリ、その通りだぜ。でも、一体誰が計画しているのよ。それは、アルバート・パイクという人物だぜ。初めて聞いた名前だわ。このパイクという人物は、弁護士や教師として活躍していた人物で、南北戦争の時には、
南部連合の将軍として活躍した人物なんだぜ。ええー、ただのヒゲモジャではないのね。口が悪いな。さあ戦、話を進めるけど、パイクは1871年にイタリアの政治家に対して送った手紙の中で、第一次世界大戦と第二次世界大戦を計画した内容を送っていたと言われているんだ。要はヤバすぎるヒゲモジャなのね。まあ、そんな感じだな。それじゃ、パイクの計画の内容を解説していこう。よろしく。まず、パイクは第一次世界大戦において、次のような計画をしているんだ。第一次世界大戦は、ツァーリズムのロシアを破壊し、広大な土地を、イルミナティのエージェントの管理下に置くために仕組まれることになる。パイクの内容は計画というより、予言的な雰囲気が強いわね。確かにパイクの言葉をただ聞くと、そう思ってしまうことは間違いないな。ただ、パイクの内容を解読すると、恐ろしいことが明らかになるんだ。え、そうなの。具体的に言うと、第一次世界大戦は、ロシアとドイツ、オーストリアの対立から起きた戦いなんだ。そして、パイクの計画には、ロシアが敗北するところまで記載されているんだぜ。言われてみれば、パイクの計画の内容にそれらしいことが書かれているわね。そう、これがパイクの考えた、第一次世界大戦における計画なんだぜ。なるほどね。次にパイクは第二次世界大戦について、計画を立てているんだ。またしてもヤバそうな計画だね。それで、パイクはどんな内容の計画を立てているの？計画の内容は次の通りだぜ。第二次世界大戦は、ドイツの国家主義者、政治シオニストの間の、圧倒的な意見の相違の操作の上に実現されることになる。これまた、難解な内容ね。確かにな。それで、解読すると次の通りになるぜ。まず、ドイツの国家主義者とは、ナチスのことであり、政治シオニストとはユダヤ人のことを指しているんだ。ほうほう。つまり、ナチスがユダヤ人に対して行った行動と、ユダヤ人を守るために立ち上がったポーランドによって、第二次世界大戦が起きることを計画していた、ということになるんだぜ。なるほどね。それで、この内容も計画通りなの？まあ、解釈は人それぞれのところがあるが、一応計画通りって感じだな。なるほどね。それで気になるのは、このパイクが何者かということだね。それは、さっき説明したように弁護士、教師であり、南北連合の将軍だぜ。いや、それだけじゃないでしょ。絶対に何か隠しているはずだわ。まあ、実はそうなんだけどな。やっぱりね。それで、パイクは何者なのよ。パイクは、フリーメイソンと深い関係がある人物だぜ。え、フリーメイソンってあのフリーメイソンだよね？その通りだぜ。また、パイクはフリーメイソンの中でも、最高幹部だったと言われている人物なんだ。いや、それはつながりがあるとかじゃなくて、がっつりした人物じゃないのよ。確かにそれは否定できないな。また、パイクに関しては、KKK という団体の創設者だったことが明らかになっているんだ。KKK って、例のあれだね。そう、例のやつだぜ。そのため、パイクは、メイソンの黒い教皇という異名で呼ばれているんだぜ。想像の100倍くらいヤバい人物だったのね。でも、パイクはいつ頃からそのような団体と関わりを持つようになったの？具体的に言うと、パイクは41歳の時に、フリーメイソンと関係を持つようになり、5年後には、儀礼や式の内容を変更できる役職に任命されることになるんだ。出世しているのね。いや、パイクはもっと上に行くぜ。というと、役職に任命されてから、4年後には、フリーメイソンの中でも最高階級と言われる、33階位となっているんだ。ものすごい出世ね。確かにものすごい出世だよな。さて、霊夢、突然だがここまでの話で、何かおかしなことに気づかないか？え、なんだろう。特におかしなところはなかったと思うけどね。そうか、残念だぜ。いや、ものすごく気になるじゃないのよ。先ほど、パイクの計画について話したと思うけど、計画に関する裏付けがないと思わないか？まあ、確かにそうね。それで、計画に関する裏付けは存在するの？もちろん存在するぜ。具体的に言うと、まず第一次世界大戦が勃発するきっかけになった、ある事件が存在するんだ。ほうほう。それが、サラエボ事件だぜ。あ、その事件は聞いたことがあるわね。そうだろ。それで、この事件はオーストリアの皇太子夫妻が、何者かによって殺されてしまった事件なんだ。それは遠い昔に習ったわね。でも、この事件がパイクの計画とどのように関係しているの？それは、事件の犯人がフリーメイソンの人物だと言われているんだ。え、そうなの。そして、その人物をフリーメイソンはかばったと言われているんだ。それって、そう、パイクが自身の計画を遂行するために送り込んだ、資格であった可能性が非常に高いということだ。マジですか。また、第二次世界大戦に関しては、大戦後の内容まで計画されているんだぜ。え、そうなの。そうだぜ。
具体的に言うと、第二次世界大戦後に、パレスチナとイスラエル国家の建設が計画されていたんだ。確かに、大戦後にパレスチナとイスラエルは建国されているわね。これはまさに、すべてパイクの計画通りということになるんだ。ひぃ。では、ここまでの内容を踏まえて、パイクは第三次世界大戦の計画をしていたのではないかと、最近になって言われているんだぜ。やっぱり、そこに繋がってくるのね。それで、計画の内容はどんな感じなの？計画の内容は次の通りだぜ。第三次世界大戦は、シオニストとアラブ人との間に、イルミナティエージェントの総意によって、起きるべきである。世界的な紛争の計画はすでに行われている。これまた難解な計画書ね。もっとわかりやすく書きなさいよ。なんで起こっているんだよ。サーセン。それで、この計画の内容を解読すると、シオニストとは、ユダヤ教の考えを持っている人のことを指すんだ。つまり、現代で考えるとおそらくイスラエルのことだと思われるな。ほうほう。そして、そういったシオニストと敵対することになるのはイスラム諸国だと言われているんだぜ。なるほど。ってすでに対立しているような感じがするけど。そう、だからすでに計画は始まっていると考えられているんだ。ひぃ。でも、日本は関係ないでしょ？いや、そうでもないぜ。まず、イスラエルと戦いが本格的になるとすれば、アメリカが関わってくると言われている。そして、そのアメリカが関わると、日本も何かしら関わってくることになるのね。そういうことだぜ。でも、本当にそんなことが起きてしまうのかしら。まあ、それに関しては何とも言えないな。しかし、最近の情勢を考えていると、日本も何かしらの関わりを持つ可能性は否定できないぜ。確かにそうだね。それに、今はロシアの方で火種が出ているしね。そうだぜ。今回の話とは関係ないけど、海外の一部の預言者の中では、ロシアとウクライナの戦いが、やがて世界を巻き込むと予言しているからな。確かにその可能性は十分に考えられるわね。まあ、最終的にパイクの話は、あくまでも計画書だからな。すべての話を鵜呑みにしないでくれよな。いや、もう今さらそんなことを言っても遅いわよ。サーセン？なんなのよ。言ってみただけだぜ。しょうもな。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。